さん、こんにちは、こんばんは、はじめまして。今回も、信長の大使 PK をやっていくよ。当然のことながら、上級モードプレイだよ。しっかりと、証拠画像と、プレイ開始までは、カット入れずに行くよ。今回は、兄弟相続で行きます。選ぶ勢力は、前回の、新里谷家の時に、一番お世話になった、長野行政長野成政で行くよ。勢力的には、38くらいですね。88勢力中の38くらいなので、中間くらいの上ですが、かなりまずい配置ですね。では、志チェック。上州の王藩。虎の爪牙を恐れぬ者よいざ刃を交えんなりまさある限り、上州は何者にも渡さん。虎狼の砦。我が千役と、長野十六槍の遊武何人たりともこの守りを崩すことはノーワヌ。関東幕注文。我ら関東幕注文に名を連ねる者関東官僚を助け、乱れを丸さん。虎狼の砦。生涯において、武田信玄の侵攻を何度も退けた成政。その強さは、信玄に、成政一人が上野にいる限りは、上野を攻めることはできぬとまで言わしめたほどでした。上州の虎の異名にふさわしい才覚を持っていたと言えます。効果を見ていきましょう。効果一部隊の視野が広くなる。これは、主導しないので意味ない効果に大名が滑走しても戦況が悪化しないこれも主導しないので、意味ない。効果産業内、籠城戦で、防御アップ。これは使える。バット効果。労役免除の効果が下がる。全くもってデメリットではないな。関東幕注文。関東幕注文に名を連ねていた成政。これは、上杉謙信が関東に侵略した際に、参陣した諸英の旗印を集めたものです。天下の情勢を見極め、他へとうまく協調を行える成政だからこそ、兵たちも強い意志を持ってついてきてくれます。メリット、平常時の戦意が上がる。使えますね。次のメリット、援軍と混合部隊になると戦力アップ。使えますね。最後のメリット、交渉が有利になる。使えますね。デメリットは、同盟勢力以外との交渉が不利になる。交渉有利と、同盟以外との交渉不利で、総裁ということですね。同盟とは交渉有利、同盟以外とは普通という結果ですよ。対名情報の確認。使える対名があまりないように見えます。通常時は、仮田さん、徴兵号令、納兵精錬でしょうね。天保命令は、対名使いすぎるので、微妙なんですよね。それでは、方策図の確認に行きます。軍事の方策は結構多めに見えますね。商業の方策は、少ないですね。農業の方策、やばいくらい少ないです。論議の方策は若干多いですね。軍事の方策を確認しましたが、これといって使えそうなものは見つかりませんでした。
それでは、長野成政編スタートです。今回も前回同様に、スキップ戦争のみでいきたいと思います。渡す時が来たようじゃな。スキップ戦争のみでは絶対に無理というお家を紹介してくれれば、手動戦闘を解放します。ご命令を。それでは、行きます。いつも通り、農兵は適当に歩兵をします。深い意味はありません。かしこまりました。お城にこもってたのか、マリア付けよりも、よっぽどいいですね。かしこまりました。少量も適当にポチッと。はっ。開発状況の確認。進展状況の確認。武田さんと初手でマイナスとなると、初手で攻め込まれる可能性もあるのか。武田さんは、今川さんと同盟か。これは、西の戦略は厳しいかもしれないな。東側への戦略でなんとかしのぐしかないかもしれない。どこか攻め込んでいきたいなと思い、進展状況を再確認中です。ここで、建築に入ります。防衛戦略のためです。不要な建築物は撤去で。今回は山の中のお城なので予算がないから米不足厳しくなるだろうなと思いつつ貯水池作ります。承知いたしました。武田さんに攻め込まれると防衛がきついと思うんで、柵なんか作りたくないんですが、なぜか作っちゃってますね。なんせ、この家でやるのは、初めてで、初見プレイです。リセットなし、やり直しなしの一発撮影撮りです。前回の、マリア付けの、初見一発撮りだったので、条件は一緒ですが、前回は、一番最初にやられる勢力ということで、どこが初手で攻め込んでくるかそれが知ってたので対策できたんですよね。今回は、そういう状況すらわからない状態なので、ドキドキですね。あ、マウスカーソルが出ているのは、マウスカーソルあった方が見やすいかなと思い、今回は、マウスカーソル表示で撮影しています。一応、今回の家は、この編集時点で、かなり面白い状況のところまで撮影済みです。ダメ撮り反対派の人もいるかと思いますが、これは、バラエティ系のチャンネルではないのでご了承ください。ただ、今回のこの家で言えることは、マリア付けの数倍は面白いのと、難易度がハードですね。ざまあ。って言えるところありますか？闇取引がないので、言えるところはないですが、アンチのあなたなら、絶対にありますよ。
進展状況をいっぱい確認しているのには、下手に戦争をふっかけて、同盟解除されないためです。楽しませてくれるのじゃろうか。はい、初手で、沼田城を頂きに向かいます。お米も961ゲットです。美味しいですね。ここで、委任の確認しておきます。商用、農業は常に忘れ防止のために、全部委任です。配属も、自分は全部委任で手動では武将の移動はやっていないです。本当に、手動戦闘を行わなければ勝てないお家の場合は、メイン武将1、回避武将1、補佐武将1、お城守る武将1の4人編成を作り、お城ごとにまるっと配置替えとかもしますが、今のご時世、そんなことをせずとも、スキップ戦争でどうとでもなるので、最近はそこまで戦争に時間をかけず、信屋をやっている感じです。進め！はい、安定のスキップ戦争です。亀の甲より牛の甲よ。強行14日か、これ、初月で落城できますね。この戦、我らの勝ちのよ。武将3人来たか。今は、武将の質よりも、頭数が欲しい時期なので、本当に助かります。まずは、武将は50人までは、質よりも量ですね。ここで、無駄な労働は使わせたくないので、返しろですね。途中までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、高評価とチャンネル登録を、この動画が良くなかったら、バッド評価と次回の動画に生かすためにコメントをお願いします。すべてのコメントには目を通し、返答をできるように努力していきます。なんでこんなとところでテンプレ入れるんだよ。かしこまりました。あ、最後の場所で入れる尺が動画になかったんです。編集下手くそなのね。あなたが最後喋りすぎだったんですよ。お城を取ったら、こういう風に足軽を雇用されている場合があるので、無駄な出費を避けるために、足軽を例にして農兵を増やしていきます。開発は、お城の周りに、宿場町1個を優先的に、特筆系では、それに見合ったものを作成です。かしこまりました。はっ。唐沢山には1200の兵しかいないので、今目をつけました。武将も5人ゲットできる。美味しいですね。ここで悩んでいます。今落とした沼田城に、武将がいない？武将が入るのを待つか今行くかで悩んでました。楽しませてくれるのじゃろうな。我が力を貸そう、助太刀いたす。
思い立ったら吉日、今しかないでしょ。北条さんの同盟相手に見えたけど、いいの？そんなこと、その時は見えてなかったんですよ。いざ、参ろうか。2200しか兵がいないはずなのに、なぜ3600の集結？北条援軍だ、ざまあ。ざまあ言ったな。ここで、切り替え、宇都宮家に宣戦布告ですよ。ざまあ。楽しませてくれるのじゃろうな。北条とはまだ当たりたくないので、宣戦布告しておいて、後で講話でいいじゃない。行くとするか。普通に行こうとすると、北条援軍と当たってしまう。こういう時は、遠回りしてと。遠回りってどうやるんですか？ああ、中継したいポイントで、シフトをしながらマウスの左クリックですよ。プレステ5とか、コンシューマー系の大使の場合はやり方は知りません。あくまでも、パソコン版の大使しかやったことないので。プレステ5って、未来人かよ。まだ発売してないよ。あ、プレステ5の抽選予約入れてたので、プレステ5もう発売している気になってました。抽選は当たったんですか？まだじゃないかな。自分は T ポイントのところと、N 市までの予約なので。Y 橋では、ネット予約発表機能あったらしいよ。倍率が、安い方が50倍高い方が30倍だったらしいよ。詳しいですね。そりゃ、予約してましたからね。で、購入権利当たったんですか？外れましたけど。ご命令を。ざまあ。畜生。